はい、どうもこんにちは、ちゃんかです。皆さん、プレプレプレアデス×影実コラボアニメ見ましたでしょうか？今回こちらがまさかのコラボということで、 YouTube の方で公開されていたんで、感想の方を話していきたいと思います。まず最初にこのコラボめちゃくちゃ面白かったです。いや、これで普通にワンクール作ってほしいくらいアカデミー級の面白さでしたね。以前エイプリルフールの企画としてこのコラボがネタとして公開されて話題を呼んでいたんですが、この2つの夢のコラボが10月31日ハロウィンの企画として一夜限りでまさかの実現を果たしました。いや、これめちゃくちゃ嬉しいコラボですよね。やっぱりオバルと影実、この2作品の親和性はめちゃくちゃ高いんで、いや本当に素晴らしいコラボとなっていました。ストーリーの展開としてはいろいろあったアインズとシャドウの中身が入れ替わってしまうというもので、かなり驚きの展開なんですけど、もちろん周囲のキャラクターは誰も気づいていないというところで、あるじゃ変わってしまっても別に問題なしな、この2人と周囲のキャラクターが面白おかしく描いていました。まず感動したところとして、シャドウのデフォルメキャラクターが動いて喋ってるっていうのが今回で初なんですよね。これだけでも見る価値あるくらいなんですけど、クロスオーバー、お互いの作品の境界線を超える、そういった展開が見えたのもこの2作品にしかできないものだったんで、いやすごく良かったですね。シャドウは姿が入れ替わってもただただいつも通り影の実力者を目指すだけで、アインズはすごく慎重で常識人な姿、構図としてこの2人は化け物のふりをする常識人とモブのふりをする狂人という、この2人のらしさもね、にじみ出ていてめちゃくちゃ面白かったです。そしてシャドウのセリフ、我が名はシャドウ、影を愛し影に愛され、この世界を滑るもの、といった中二病っぽいセリフを言い放つんですが、このセリフがめぐみみたいになっていて面白くて、そしてそこからアルファがシャドウに向かって、本当にあなたはいつも変わらないわね。いや、変わってるんよ。このすれ違いコメディもね、めちゃくちゃ面白かったですね。今回はそれぞれの陣営のキャラクターが2人が入れ替わっても問題なしっていう面白さなんですけど、どっちも全く気づかないのがなんか悲しさも感じられるんですけど、それがこの2作品だからこその面白さで、いやすごく良かったですね。個人的に見たい絡みだと、アルベドベータとシャルティアイプシロンの絡みとかはね、見たいなという気持ちがありましたね。いや、ちょっとこれはもし今後ねコラボするとしたら、おそらくすると思うんですけど、ぜひね見せてほしいなというところでございます。そして最終的に合流してしまったオバロン陣営と影実の陣営、目を合わせた主人公2人が入れ替わってる、君の名はネタ来たーというところで、いやこの展開もね、シャドウは一度やってみたかったんでしょうか。いや、このうちは分かっていてもね、笑ってしまいました。そしてふと疑問に思ったんですけど、オバロン陣営と影実の陣営ってどっちが強いんでしょうか。いや、これもねすごく気になりましたね。そして最後に2つのオープニングテーマが流れるんですけど、どちらもオクトだからこそ違和感のないマッシュアップになっていて最高でした。2つのオープニングが混ざってるのに違和感が全くないというね。それと歌詞で胸って言葉が出るタイミングでこの2人のカットが入るんですが、これは狙ってるのかなと思って、監督脚本演出の芦田美桜さんのツイッターを見たらその通りでした。あと他にもこのコラボ動画の時間が10分31秒なのがまさにねハロウィンって感じになっていて、これも芦田美桜さんの粋な計らいだったみたいです。といった感じで、以上がプレプレプラデス×影実コラボアニメの感想動画でした。で、今回のコラボアニメで影実の異世界カルテット出演に期待が膨らみますね。まあ、これはね異世界カルテット3期に確定出演なんじゃないでしょうか。シチュエーションとしては、めぐみはシャドウガーデンを見て中二心をくすぐられたり、シャドウとめぐみのね絡みがすごく面白そうですよね。そんな感じで影実は他の作品との親和性も高そうで、他作品とのコラボの可能性も感じられてすごく良かったです。皆さんの感想などもコメントを教えてください。それではまた次回ご視聴、バイバイ。